はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。11時半をちょっと回りましたね。日経平均はどないなってるか、プラス154ね、じりっと上がりましたね。じりっとで、ドル円は 133.74、 なんかあれですね、円安に来てますね。ここのところずっと円高に来てたのが、なぜか円安に来てます。今日6日でしょう。まだですね、ありますね、日銀の会合までが。まだありますから、いつやったかな、すいません、よう分かりません。13日か17日かどっちかやったと思いますけども、とりあえずまだあります。で、そこで短期金利が上がるという噂がありますけど、噂ね。まあまあ、それを見越してるんであれば、もうちょっと円高になってもいいんでしょうけども、なんか知らないけど、じわっと円安ということですね。で、その他はですね、原油先物 74.42 で、このあたりでウニャウニャですね。で、ウォンがなぜかですね、高いんですね。1269と。ウォンと円がですね、逆の動きをしているという、なんでやろうという感じですけどね。なんかようわからんなという感じでございます。で、最近ね、香港株が高いんですよ。まあ、なんと2万1000に乗せてるんですね。ここ、どうでしょう。半月ぐらいは、コンコンコンと上がってきてます。私はこの香港株がですね、中国の景気のバロメーターとして一番ええんちゃうかなと思ってるんですけど、香港ハンセンがね。で、これはそんなに意図的に上げられるもんじゃないんですよ。中国共産党が上げろって言うて上がるもんではなさそうなんで、と私は思ってるんですけど、それが上がってきてということは、中国、この、あれですね、集団免疫がついた後にですね、力強く景気回復するんちゃうかということでしょうかね。なんかそれもいまいち納得できないんですけど、まだ混乱続いてますからね。この混乱どうやって収束させるのかということで、まあよう分かりませんけども、はい。で、本題はと言いますとですね、このこれですね、このこっちか、2500万で2500万で軽井沢の別荘を買って大公開した元エリート商社マンの悲惨な老後というタイトル。こういうタイトルだとね、あれなんですよ、ランキングが上がるんですよ。これ現代ビジネスですけどね。小島拓さんというこの方はよく本を書いておられますし、何やろ、はい、不動産投資系の方なんですかね。はい、でもいっぱい記事書いてらっしゃいますよ。この要はタワマン買って失敗したみたいなですね、その系統、あるいは家買って失敗したというその系統の記事がですね、お上手ですね。どっからその情報を仕入れてくるのかって知りたい。いろんな事例をよくご存知でございまして、で、まあ、そのこれは2500万で買った、軽井沢に買ったって実は1989年なんです。まあ、バブル真っ盛りですね。あの頃は本当に、何言いましょうかね、普通のサラリーマンがですね、別荘を買ってましたね。別荘とかね、あれ、リゾートマンション、ユーザー版のリゾートマンションなんて、私も仕事でね、マンションの広告作ってましたからね、よう見てましたよ。よう見てましたじゃん、よう作ってましたよ。こんなん誰買うんやろうと思いながら、リゾートマンションの広告作ってましたけど、案の定の結果になってますでしょ。で、軽井沢、あの時ね、軽井沢というエリアがガーンと広がったんですよ。誰がそう考えても、そこ軽井沢ちゃうやろみたいなところまでですね、軽井沢になってしまってですね、私軽井沢って1回ぐらいしか行ったことないんですけど、
ね、軽井沢駅のあの周りだけなんですよ、本来の軽井沢。それがもうなんていうか、北軽ができてないんやらかんやらって言って、そのでいっぱいできて、その端っこの方はね、2500万でも買えたんですよ、当時。だからかなり端っこか、端っこではないかなと思いますね。で、それを買った方がですね、当時ですね、30代ぐらいですか、ぐらいの、商社マン、一流商社にお勤めの方で、で、その方が今70いくつになってですね、非常に後悔してると。いう話が書いてあってですね。定年退職後ですね、奥さんと二人でですね、そこに住もうとしてですね、その時点でももう築20年ぐらい経ったんじゃないですか ?20、30年、経ってた、20年ぐらいですかね。で、東京のマンションを売ってですね、で、退職金も入れてですね、そこをちょっとリフォームして、多分1000万ぐらいかけたと思いますよ。ピカピカになったって言いますから。ほんで、軽井沢ってね、工事費高いんですよ。なぜかというとね、軽井沢って、シーズン、夏の間は工事できないんですね。で、冬はこういうとこは雪に飛ばされるでしょ。そうするとですね、工事できる期間が短いから、その間にやってくれって言うたらですね、やっぱり高くなってしまうんですよ。で、多分1000万ぐらいかけてですね、綺麗にしたんだと思います。で、そこで暮らし始めたはいいんですけども、2年ほどで奥さんが癌になってですね、で、2年間看病して行ってしまったと。で、今は一人でそこに住まわれてるんですけども、もうその、ね、ご本人も70過ぎて、もう体もワイヤーになってきて、もう不便やと。いろいろと。で、もう東京のマンション、東京のマンションでも買うて、こう、移り住もうと。東京に再移住しようと。いうふうにして、売ろうとしたらですね、売れないと。もうそれこそね、お金払ってでも引き取ってもらう物件になっていたという、まあ、顛末が書かれています。まあまあ、ありがちな話ですよ。バブル、平成バブルの頃とも異様でしたからね。本当に異様で、もうこんなんどう考えてもあかんやんと思うような物件が何千万も値段がついていたんですよ。まあ今のね、湾岸のタワマンとちょっと似てますよ。なんでこんなんが8000万も1億もすんねんみたいな。僕はその感覚を覚えてる人間なんで、もう60歳ですからね。だからまあそうなるやろうと。なるやろうというふうに予想したわけちゃうけど、非常にこんなほんまみたいな、そう思いながら広告作ってましたけどね。で、結局この方どうされるんでしょうね。多分その、2500万で、まあ1000万かけてさ、3500万で、もんで毎月ね、60万かかるんですよ、管理費が。なんとか手放して、そう。ほんで、子供に戻ってって言ったら、でも嫌やんって言うて、ほんで、もう家族は喧嘩になったんですよ。子供2人いらっしゃるそうなんですよね。時々孫連れて遊びに来てくれてたんが、お前らにこれ我々やるわって。ほんでもいらんわって。ほんで持ったらえらいことになるわって。それは60も払わなあかんわけでしょ。で、ほんな時々来て維持管理しなあかんわけでしょ。そんな嫌やん。で、このおじいちゃんどうしてるんでしょうね。でも、こういう話は本当にありふれてるんですけどね。ありふれてるんですけど、それをきちんと丁寧に拾ってくるという、この小島さんということは偉いなと思いますよ。多分なんでしょうね、不動産屋さん系にこう強いんでしょうかね。2系統あってね、ファイナンシャルプランナー系でこういう話を拾ってくる人とですね、まあ、不動産屋で拾ってくる人がいますね。別にどっちでもいいんですけど、非常に平凡な話ではありますけど、こういうふうに書くとですね、みんな、ちょっと読んでみようかなと。もう多いんですよ、この不動産を買って失敗した話がですね、もう本当に受けまくってるという。で、私もね、書けって言われたんですけど、そんな二つか三つ書いたんですけど、そんな行さんね、話を知ってるわけではないし、みんなはね、マンション買うて失敗した話なんて私どこ持ってきませんよ、はっきり言って。ほんまに。ざまって言われるのがオチやろうと思うんでしょう。持ってこられたらね、それなりに、じゃあどうしましょう、こうしましょうっていう話はしますけども、まあ、持ってこないですね。特にタワマンとかね、持ってこないですね。ごくたまーに、そういう話が入ってくるかな。
あの持ってこられてもね、そのまま書きませんから、私の場合は。ちゃんと誰か分からんように、あの多少その変えてから書きますんで、それはご安心ください。はい、どうでもいいんですけど、今週明日明後日ねライブやりますんで、14時から15時ぐらいの間にスタートして、どれくらいやるかその時のノリですね。まあ1時間ぐらいやると思います。この前2時間やったらヘトヘトなってはい、ということでございまして、このね、2500万で買ったという1と2があって、2の方にその困った話があるんですけども、一番最初の取っかかりのところ のあるアドレス貼っときますんでね、読みたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。